こんにちは、助産師のしおりぬです。性の話をもっと気軽にオープンにというテーマでいつも動画をお届けしているんですが、今回は無痛分娩についてお話をしていってみようと思います。近頃この無痛分娩を選択するお母さん方も少しずつ増えてきているということで、興味を持っておられる方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いますし、あとコメント欄とかでも「しおりんは無痛分娩にするんですか?」というご質問を結構いただいたりしておりますので、今回は無痛分娩ってどんなものなのかということ、そして私は無痛分娩をするのかどうかということについてお話をしてみようと思います。無痛分娩って何かって言ったらですね、麻酔を使って経腟分娩の時の痛みを軽減しながらお産をするという出産の方法のことを無痛分娩というふうに言います。無痛っていう言葉を見ると痛みが全くないという風なイメージを受けるんですけれども、実は全くないというわけではありません。例えば医療機関によってはある程度陣痛が強くなってきてお産が進行してから麻酔を入れましょうみたいな対応をする医療機関だと、麻酔を入れるまでの間は結構しっかり陣痛を味わうことになるという方もいらっしゃったりしますし、お産をする日を計画的に決めてその日に陣痛を誘発してお産にしましょうというふうにしたとしても、痛みが全くゼロというよりも陣痛レベルの痛みではないけど生理痛ぐらいの痛みはあるかなみたいな程度の痛みを感じつつお産になるという方もいらっしゃったりするので、あくまでも麻酔で痛みを和らげるという出産方法だというふうに認識をしていただくといいかなと思います。多くの場合無痛分娩の時には硬膜外麻酔という麻酔が使われるんですけれども、こう背骨の近くのところに細い細い管を入れといてですね、その管を通じて持続的に麻酔の液を注入しながらお産の間は痛みを和らげつつ取り組んでいくということになるんですけれども、この無痛分娩のメリットってどんなところになるのかって言ったら、まず一番は痛みが軽いっていうことですよね。私自身も産婦人科で助産師としてお仕事させていただく中で、とにかく痛みが怖いという女性に出会うことも少なくありませんでした。やっぱりその痛みへの強さってかなり個人差があるなと思いますし、出産ということに関する痛みをどれくらいの強さと感じるかっていう、その痛みの閾値みたいなものもすごく個人差があるものだと思うんですよね。中にはその痛みっていうことに対する恐怖心がすごく強い方っていうのももちろんいらして、こう出産の時にパニックっぽくなってしまったりとかね、不安に押しつぶされそうになってしまうという方もいらっしゃったりはしました。だからこそそういう痛みにすごく不安が強い方なんかは、その痛みを和らげられることでとても安心してリラックスしてお産に臨めるようになるんじゃないかなと思いますし、痛みが軽いことでお産の後の疲れっていうのがかなり軽いというふうに聞きますね。やっぱり痛いことに長時間耐えてると本当息も絶え絶え体力もなくなってくるわけですけれども、そんな状態でも産後には育児をしていかなければならないということになってくるわけですが、その痛みが軽くて済めば体力の消耗も抑えられ、産後ももちろん疲労はゼロではないと思いますけれども、麻酔を使わないお産と比べれば比較的元気に育児のスタートを切れるということがあるのかなと思います。あとは家族にも落ち着いた姿を見せていられるということをメリットに感じる方もいらっしゃるそうですね。どうしてもその痛みに耐えてる姿っていうのは普段の自分とは大きくギャップがある姿になったりすることもあるわけで、叫んだりとか泣いたりとかいろんなことをする可能性がありますね。もちろんそれは悪いことでは決してないんですけれども、そういった姿を例えばパートナーとか上のお子さんとかに見せたくないって思ってる方なんかにとっては、比較的自分が落ち着いた状態でお産に臨める、そしてその落ち着いた状態のまま家族と接することができながら出産を終えられるというのは一つメリットになる方もいらっしゃるだろうなというふうに思います。あとは無痛分娩を計画分娩で行う医療機関の場合には、出産の前後の予定が立てやすいということもあるかもしれないですね。もちろん陣痛がない中で点滴をして陣痛を誘発してお産をするということになるので、点滴をしたからといって必ずしもその日に生まれてくれるとも限らなかったり、もしかしたらね、お薬を使ったけれども全然陣痛が始まらなくって仕切り直しっていうことになったりするケースもあるとは思うんですけれども、それでも例えば立ち会いをしたい家族のの方が予定を調整しておいたりだとか、そういったことはしやすいのかなというふうに思います。で、反対に無痛分娩のデメリットってどんなことがあるかって言ったら、まず一つにお金がかかるっていうことですね。これも医療機関にはよりますけれども、麻酔を使わない分娩と比べて無痛分娩にするとプラス10万円から15万円くらい分娩費用が高くなってくることが多いです。まあ、いくら分娩費用に42万円のね補助が下りるというふうには言っても、そこから自己負担分が何万円か出てしまうっていうのが結構多い中で、そこにさらにプラス10万円から15万円お金がプラスされるっていう風に思うと、無痛分娩したいなと思ってても金銭的な理由から諦めざるを得ないという方もいらっしゃるだろうなという風に思います。あとは稀に麻酔の副作用を経験される可能性があるということですかね。こう体温が上がったりとか、体にかゆみを感じたり、あとは頭痛がしたりとか、そういった麻酔の副作用を感じるっていう方もそんなに高い頻度ではないですがいらっしゃったりもします。あとは麻酔の量が適切になかなか調整がうまくいかなかったっていう場合だと、息む感覚がなかなかわからなかったりとか、うまく力を入れることができないっていうことが起きて、中には監視分娩とか吸引分娩っていうことが必要になってくる方もいらっしゃったりします。多くの無痛分娩を採用している医療機関の先生方は、そういったことが起きないように分娩の中で麻酔を適切に調整したりだとか、お産がなるべくスムーズに進行するような麻酔の使い方っていうことを、きちんと勉強してくださってる方がほとんどだとは思うんですけれども、中にはそういったご経験をされる方もいらっしゃるというのも一つ、もしかしたらデメリットと言えるのかもしれません。無痛分娩に関して、このお腹を痛めて赤ちゃんを産まないと愛情が足りなくなるとか、赤ちゃんも我慢強い子にならないとか、なんかそういう都市伝説的なことが言われたりすることも時々あったりするんですが、そういったことは全く根拠のあるお話ではありません。もちろん無痛分娩も、それから帝王切開も、陣痛という痛みを全て味わう出産の方法ではないのかもしれないですけれども、それはお子さんに抱く愛情ということには何の影響も与えませんし、出産の中で一番大切なのはお母さんと赤ちゃんが安全に健康に出産を終えることですので、そういった無痛分娩は甘え的なメッセージは私は気にしなくていいというふうに思っています。その上で、じゃあシオリーナは無痛分娩するんですか、どうしますかということに関してなんですけれども、私は今回今お腹にいるチビリーノを出産する時は無痛分娩はしない予定でいます。これに関してどうしてかというと、本当一番の理由はただ単に私の知的好奇心ですやっぱり自分自身が助産師としてたくさんの方のお産にね立ち会わせていただいた経験がある中で、陣痛というものを目にする機会はたくさんあったわけですよ。だからこそそれがすごく痛そうなものであることはよく理解しているんだけれども、それがどういう種類の痛みなのか、そしてそれが自分の身に降りかかった時、私はどんな反応をする人なのか、私はそれに耐えられるのかということに興味がありますなので私はその自分の体で陣痛というものを体験してみたいという関心の方が、痛みを取り除きたいという気持ちよりもちょっと上回ったので、私は無痛分娩は今回はしないというふうに思ってます。ただもしこれが例えば私がお産を1回だけじゃなくって2人目とかもしね経験することがあったとしたら、多分1回味わったらもういいってなるんじゃないかなって思うので、2人目とかがあったら無痛分娩を選択することも全然あるだろうなというふうに感じてますね。なので私は別に本当に無痛分娩を選択することに引け目とかは全く感じないなと思いましたし、自分が選びたかったら選ぶのも全然ありだなというふうに思ってたんですけれども、今回は自分の興味関心ということを優先して無痛分娩はしないというふうな決断をしました。実はその出産の模様もね、動画撮っていいですよっていう許可をいただけたりしましたので、私が陣痛を経験したらどんな様子になってしまうのかというのはいつかその動画が公開されるのを楽しみにしていただけたらと思います。はい、ということで今回は無痛分娩って何なんだろうということから、シオリーヌは無痛分娩するのというお話をしてみました。何か参考になったでしょうか？この動画良かったぞという方はぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。my choice.